T シャツにサインをいただきたくてですね。これ全員読むんですか、はい、18個あるので、はい、完成イメージこんな感じなので寄せ書きでお願いします。系のボールにかけて、うん、しかもめっちゃ大変はしょりそう。もしかしたら書きづらいかもしれないので、こちらの平べったいところに引っ張りながら。初めてですね気持ちいいなあ、どうぞ。めちゃくちゃ硬いですね、やっぱ高級は。ボール屋だったらもう本当やばいですね。イワシューズプロジェクトにご協力いただきありがとうございます。でこのイワシューズプロジェクトっていうのが、はい、子供たちに向けて靴を提供するような、プロジェクトになっているので、はい、日テレ東京ベルディベレーザの岩清水あずさです。イワシューズプロジェクトにご協力いただきありがとうございます。よろしくお願いします。はい、神木です。ありがとうございます。ご自身のプレーとかチームの思いというか、はい、東京ヴェルディの小池純喜です。イワシューズプロジェクトにご協力いただきありがとうございます。よろしくお願いします。はい、OK です。神木です。はい、ありがとうございます。え、こういくんですか。え、こういくんですか。普通にこうやってやったらいいかな。普通にこうやってやったらいいかな。できないとこうやって外しない。やばいっすよね。手に手に。よろしくお願いいたします。この後本番は17時45分になります、約25分後になります。最終のスタンバイは17時40分にはグラウンドのレベルの方までご案内させていただきます。取る方が怖いですね隣の方のボールが来るんじゃないかみたいなところでちょっと恐怖心があるので、すいませんが今回はスピードというかコントロール重視で。どこでどこで？すごいな。東京ドームの中ですよ。俺子供の時親と野球ドーム見に来て、父親がサイトなくして、中でなんかやってもらったことあるんですけど、それ以来ない。すごいさ、いい思い出ない。すげえ、こんな広いの。やっぱさ、昔は一番下だと思ってた。確かに。そんな高いの。高いっすよね。さっきサインしたやつですよ。超高い。みんなだって、種目だもん。サッカー選手一番下だよ、多分。
じゃない？本日7月7日、東京をホームタウンとするスポーツチーム、団体が一つとなり、競技の壁を越えて連携し、新たな価値を生み出す新しいプロジェクトがスタートいたしました。岩清水あずさ、小池純喜、お願いいたします。ありがとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。最後に記念撮影を行います。マウンド前中央へ。球式の感想をお願いします。すごいですね、まあ、スケールのデカさ。まずあのドームの中に立った時の感じが、もうテレビとか、まあ、実際ドームで観戦したこともあるんですけど、違いますね。広くて、なんかあのビジョンもすごいデカくなってて、で広いんですけど、意外とよく見ると観戦してくれる方の顔も見えたりする、まあ、そのあたりの選手の気持ちを味わえた、はい、ピッチングはどうでした？そうですね、だいぶ置きに行きましたね。隣の人に当てちゃいけないなっていうのがあったので、ちょっと置きに行っちゃったんですけど、まあ、一応4番で届いたので、まあ、それはよかった。まあ、あれ多分練習してなかったらバウンドしてたと思うので、そういう意味ではよかったと思います。ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、もうすごい楽しい時間で、あっという間に終わっちゃいました。あの外野に1列に並んだ時に、いや、野球場の広さを目の当たりにしたというか、いや、こんな外野3人じゃ守れないってみんなでとか言ってやっていや、あのピッチってね、野球見たことありましたけど、ドーム来て、あのライブとかも見たことあったけど、なんかやっぱピッチレベルだったら全然違って、すごい広かったです。自分のピッチングはどうでしたか？はい、そうですね、あの迷惑かけないように、冒頭したらほら周りに迷惑なんで、それを考えると、あの少しお気に入ったところありますけど、あのノーバウンドで届いたんで良かったです。はい、ありがとうございます。